診察の 3D ホログラムとは何ですか？今回1万円の診察についてニュースでもやってましたね。理系的に解説します。グルーブクラススタート。肖像の周囲に緻密な画線で構成した連続模様が施されている。3D ホログラムは1万円札と5000円札にはストライプ型、1000円札にはパッチ型のものを採用。3D で表現された肖像が見る角度によって回転して見える最先端の技術で、肖像以外の模様なども角度によって変化する。 3D ホログラムとは、映像そのものが 3D ホログラムなのではなく、肉眼でどの角度からも自由に見られる立体映像を投影する技術が 3D ホログラムのこと。ホログラムは本来光の振幅と波長、位相を記録して投影する。位相とはどの方向から光が来ているのかを示す情報のこと。ちなみに自分はもう見ました。みんなは見ましたか？死活でお金がピンチなぼっちの代からでした。